はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、バイクのメンテナンスをやってるんですけど、さっきね、冷却液の交換をしました。ちょっと動画を分けて出してるんですけどね、次はね、プラグの交換をしようと思います。今回ね、交換しようと思うのは NGK の元デラックスっていうね、こういうやつに変えようと思います。標準でついてるやつからね、交換ということで、今回2回目なんですけどね、やってみたいと思います。で、道具としてはこれね、ちょっと長めのソケットレンチね、とあとトルクレンチ、よいしょ、トルクレンチね、これはいりますね。ということで、これだけ用意して交換作業をやっていこうと思います。はい、どうも、もうね、ラジエーター液の交換やったところなんで、もうカウルここら辺のやつはちょっとのけ取っちゃってますけど、とりあえずプラグこれね、でプラグ外した後に中にこう物が入ると困るんでね、そこら辺はちょっと注意しながら作業をやっていく必要があります。まずプラグキャップね、こいつは上に引っ張ると抜けます。よいしょ。ね、抜けます。ね、よいしょ。ね、抜けちゃいます。で、ここに、さっきのね、ソケットレンチ。ね、こいつで。これ何番やったかな？ちょっと忘れちゃいましたね。ちょっと試しながら、入れていきます。この変えるやつね、で、何番かちょっと見て やっていこうと思います。ちょっと、取りながらしんどいでちょっと置きます。はい、じゃあプラグを外していくんですけど、車載工具ね、車載工具の中のこいつ使いますね、こいつを使って、とりあえずそう、これ最初紹介っていうか使う道具としては言ってなかったですけどね、これ使います。よいしょ、抜くときね、締めるときはね、僕向こうの方、さっきの方使うんですけど、よいしょ。で、これで、よいしょ、緩めていきます。ちょっとね、片手じゃしんどいんで、ちょっとカメラ一回置きます。よいしょ。はい、今ちょっと緩んだんでね、まだあかんか。ちょっと手じゃ回らないですね。よいしょ、もういけるかな。キュッキュ、回りますね。で、これで回していって、よいしょ、ハンドします。これ、この工具のところの、この、抜くときはね、こいつじゃないと、真ん中のところにゴムみたいなのが入っててね、それでプラグをこう、捕まえてくれるんで、こいつがないと抜けないんですよね。よいしょ、まだかな。寒いとね、結構寒くなってきたんで、手が凍えるのと、ちょっとか撮りながらやるとしんどいですね、やっぱりね、撮影しながら。よいしょ、抜けたかな。よちょっと、よいしょ。抜けましたね。はい。こんな感じです。標準のやつからも、前もね、さっき紹介したプラグに変えてるんで、標準のやつではないです。これちょっとピントが合わないな。うん、こんな感じですね。で、とりあえず、ちょっとすぐもう入れちゃいますか。ね、新しい、プラグね、とりあえずこいつに入れ替えます。よいしょ、こいつスポットこれね、ちょっとこれカチッと捕まえてるんで抜いてあげてね、新しいプラグをこうやって差し込んで入れてあげます。ちょっとこっちに斜めに行かないとあるかなね。で、とりあえず手で回るところをね、締めれるところまではこれで締め込んでいきますね。よいしょ。
まあもうすぐね入れちゃったんで詰め物しませんでしたけど、くれぐれも中に変なもの落とさないように、ネジとかね、ゴミとか落とさないようにしてください。よいしょ。よいしょ。手で回るところはまあこのくらいまで、ね、ここからはトルクレンチでちょっと規定トルクで締めていきます。よいしょ、ね、ちょっと一回止めます。はい、そしたらまあこの、分ね、ここに書いてるんですけど、まあ大体規定トルク10から12くらいということで書いてるんで、とりあえずこいつね、トルクレンチのやつを、あれ、これで11くらいにセットしましょうか。ね、11にセットしました。これで、さっきの分ですね。よいしょ。こいつをつけてよね、これで、締め付けをしていこうと思います。はい、じゃあ締め付けをちょっとしていきます。あ、ちょっとこれじゃ短いな。前どうやったのかな、多分こいつにちょっと短いやつ継ぎ手したのかな、これつけてやったのかな。とりあえずこれでスポット、あ、入らない。とりあえずこいつ入れてよ、入ってるかな、この状態で、こいつ入るかな。ね、前どうやったんかな。これつけるとね、ちょっと長すぎるから。これでやったんやろな。ちょっと、いや、なんかちょっとどうやってたか思い出します。ちょっとジョイントをつけてみたんですけど、これでやったんかな。ちょっとこれ両手じゃないとちょっとしんどいんで、これでちょっと締め込んでいこうと思います。ね。あんまりやりたくないんですけど、前どうやったんかな、ちょっと思い出せないんで。ではでは。はい。ちょっとね、いろいろやってたんですけど、前どうやってやったかがね、ちょっとね、忘れちゃって。で、なんか、うまくね、いかなかったんで、もう結局はもう、この搭載工具で、ちょっととりあえず、トルクはちょっとね、正確ではないんですけど、もうとりあえず締め付けすぎないように、最後こう手で回していったところからこう、まあ半回転ぐらいかな、とりあえず回して、で、とりあえず、なんていうか、ここに、まあなんていうか、ガスケットっていうか、あれですよね、漏れないようなこのワッシャー入ってるんで、それがね、こうギュッとこう、なんていうかな、潰れるっていうか、詰まるようなくらいの締め付け度合いまでして、とりあえずもうこれでいいかなと思いました。多分大丈夫だと思います。それでちょっといい加減な感じになってますけどね。さあ、前どうやってやったのかな、ちょっと道具がね分からなくなって、で最後プラグキャップを、戻してしっかりね、刺しときます。よいしょ。ゴミとか入らないように、よいしょ、グッとね、カポって言うんで、ね、これでとりあえず終わりですね。なんかちょっと中途半端になってしまいましたけどね、ちょっとエンジンかけてみましょうか。多分大丈夫ですね。よいしょ。はい。とりあえず、ちょっといい加減だったら、
結局もう車載工具しか使ってませんけど、まあこれだけあればまあ最低限だから、絶対ねこうねじって しまうとね、締めすぎてね、ちょっと大変なことになるんで、それと中にゴミ入れないようにだけ気をつければ、そんなに難しくないと思います。はい、そしたら今日はこれね、NGK の、元デラックスの方の、プラグに、交換作業をしてみました。ではでは。